はい、どうも、秘密結社フェガムソースハッチーでございます。今回は伏流ステークスということでですね、3歳ダート路線の大事なレースです。まあですのでね、3歳ダートのオープンがいよいよ本格化してきたということでね、まあ、ヒアシンスステークスの勝ち馬は多分ケンタッキーダービー行ってしまうんで、ここからですね、日本のダービーに向けての大事なレース、まあダービー、ジャパンダートダービーね、もちろんジャパンダートダービーの方ですけども、そちらに向けての大事なレースということでですね、しっかりチェックをしていかなければならぬなというふうに考えています。まあ、というわけで、ね、早速予想の方にも行ってしまいたいと思います。今回はこんな感じで予想してみました。まあ、軸馬として、ね、最適かなっていうのが7番のテイエムサウスダン、まあ、一番人気なんですけどもね、この1004の距離で、まあ、特別交流重賞と連勝と、まあ、G1 でこそ、ね、やや掲示板ギリギリぐらいの、ね、負け方をしてしまいましたが、まあ、もちろんこのメンバーの中では実力上位なのは間違いないところだと思います。まあ、特にね、金量的には1キロ重いのは気がかりですけれども、まあ、3着までということで考えたら、まあ、なんとかしてくれるだろうということで、この馬を軸に3連複で考えていきたいと思います。まあ、そして現在に2番人気なのがプリモダルク。まあ、前走ね圧勝で、まあ、そのね、タイム指数とかその辺のスピード指数とか見てる人にとってはね、非常に魅力的。まあ、テイエムサウスダンと比べても圧倒的じゃないか、この指数だったらというところなんですが、まあ、あくまでこの馬が指数を出したのがね、ダート1000人のレースなんですね、確か。まあ、そうなってくると、例えば岩田未来が選んだのは、5番のアウトウッズの方、9番人気ですね。まあ、そして、新馬戦では、パルディエスっていう馬に、ね、負けてるんですけど、この馬、その次のレースの勝ち馬がプロビデンスってことで負けてるんですね。まあ、それぞれ8番人気、9番人気で、今回この予想の中に名前も出てきてないですけどね、今回の出走馬。まあ、そう考えると魅力に欠けるのかなと、1波の延長も微妙だなということで消していきたいと思います。まあ、そして9番次元。まあ、ダートで一変して連勝してきてますし、特に1002、1004と連勝した中で1004の方がね、指数が良かったということを考えると、パフォーマンスが良かったと考えれば、まあ、この馬は買いでいけると思います。まあ、そして4番人気、名勝天水。まあ、前走ね、ヒアシンスステークスに出走した馬がね、ここ出てきたってことはね、まあ、ヒアシンスグルメはやっぱレベルが高かったなって気がすごくするんですけども、まあ、その中で、まあ、強い馬との競馬を経験して、ここだったら3着ぐらいはあるんじゃないかなと。まあ、いざジャパンダートダービーを目指してね、ここから頑張ってほしいなということで、買いでいきたいと思います。まあ、そして5番人気のサダムスキャット2番ですね、距離短縮で、指数が上がってます。1004より1002の方が、まあ、って感じのね、馬なので、まあ、であと1004より、まあ、未勝利はあれだったけども、1002の方がいい馬ということは、まあ、ここは距離適正的に微妙だなということで、消していきたいと思います。まあ、そして6番、ファシネートジェット。まあ、前走芝で惨敗はしているものの、まあ、ダートでのレースっぷりというのはね、非常に優秀でした。まあ、そう考えたら、買いでいいかなと思います。まあ、そし特にね、芝で惨敗をして人気を落として巻き返し、馬券的に美味しいパターンですね。まあ、そして7番人気、6番のコパシーナ。この馬もね、距離延長1300から1400だったかな、まあ、100m とは延長で指数が上がってますし、この馬の姉がですね、ラブミーちゃんということで、 G1 馬の下というね、超良血馬、最初から JRA で今度はねということで、ここでね、結果を出してくれるんじゃないかなと。まあ、ラブミーちゃんの方もね、JRA で最初入球したんだけれども、まあ、そこで時計がなかなかつまらなくって、まあ、それで菅井厩舎からデビュー前に放出されちゃったのがラブミーちゃんって話なんで、まあ、そういう意味では JRA でデビューしてオープンに挑戦している時点で、まあ、お姉さんも2歳の時点で G1 勝ってたけどね、ある意味お姉さんより優秀というふうに言えるかもしれません。まあ、それだったら、まあ、全日本2歳優勝で、負けたテイエムサウスダンより、全日本2歳優勝に勝ち馬、ラブミーちゃんより優秀なコパシーナ、まあ、狙えますね。まあ、そんな感じでね、この馬券で行ってみたいと思います。3連複6点、軸1頭ひも4点で狙ってみたいと思います。以上、ハッチーでした。